小林舞香は、日本のグラビアアイドル、YouTuber。日本とインドネシアのハーフ。グラビアアイドルではあるが、自ら婚活中であることを認めアピールしている。小学生の頃、ハーフということからいじめられていたが、そんな時に見たお笑いに心が救われ、以降、お笑いに関わる仕事を夢見るようになる。また、高校生の頃から、グラビアアイドルになることも夢見ていた。 クラビアアイドルの他に、お笑い芸人も目指しており、2018年6月現在、コンビを結成している。自身が評する性格は、泣き虫、甘えんぼ、寂しがり屋。好きな男性のタイプは、ノリと笑いのツボが合う尊敬できる人。ミストスポ2019選考オーディション、グランプリ決定記者会見では、他の受賞者が抱負として、競馬や、 競輪の仕事を頑張りたいといったことを答える中、カズと両親に感謝したい。自慢の娘と言われるよう、頑張って恩返ししたいですと、両親への感謝と恩返しを述べた。無類の猫好きで、サミニャンと黒沢という2匹の猫を飼っている。彼らは、ツイッターやインターネット配信で、たびたび登場する。グラビアでは、目力強めのクールビューティーと評される。キャッチフレーズは、オン、キュ ボカーンなダイナマイトボディの持ち主、婚活中グラドル、小林舞香です。出演する番組、真夜中のおバカ騒ぎ。では、番組 MC の原口まさから、中華街で売ってるお面に似てると言われ、番組での紹介では、横浜中華街のお面スマイルという見出しがつく。都内と大阪、他において、水着を含めた撮影会に多数出演している。 上実の通り自ら婚活中であることをアピールしているが、婚活がどの程度進んでいるのかは明らかになっていない。ただ、2018年6月のソフマップイベントでは、ウェディングドレスを彷彿とさせる水着で登場したり、結婚式場でウェディングドレスを着用する撮影会が組まれたりしている。ありがとうございます。